しまいましね、どうも、えー、ボビーアトレーザーのボビーです、えー、今日はクリスマスイブですね、えー、12月24日、ね、114回目のライブ配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ どうもボボビビーーーアトレザーのボビーです、ねえー、大阪のボビー・アトレザーのアトリエからですねライブでお届けしております。えーね、今日はクリスマスイブですねもう本当に年に一度のですね、えー、なんかこう一番こうなんかこう年末のこうピークがね あぐいっとくる一日だと思いますけどねもう今日はあねこのご覧の皆さんもね、えー、はしゃいであのはしゃいでるんじゃないかなと思います、えー、気持ちはですね、うん、もうねあのこの昼休みの時間にね、あのー、ほんまに、えー、僕もねあのも、ー、う、ま、えー、ね繁華街に今出てないんで、えーま、実感はないんですけどねもうこうお天気がいまいちにこうパッとしないですけどねまあ,あ まあ今日は朝からですね午前中はブログを続けておりましたね。うん、でね、えー、ずっとシリーズに分けて掲載をねしてましたあのこのシャーク、ね、サメですよ気仙沼さんのサメ、ね、サメ側、ね、サメ働いてたらこんなのことかなって思ったりするけどね。 うん、あのそれが作るまでの出来上がり完成までの、うん、工程をですね、えー、書いていて、まあ、今回、えー、これのね完成、えー、したっていうことですね、えー、こ,こうした方がいいか、えー、ここ逆やから、えー、こうかなに、えー、ね、えー、完成したとっていうことですね全体像と。 あそれからあスライドショーをね昨日フェイスブックじゃないや、えー、YouTube の方にはねアップしてますんでね一足先にご覧いただいているかなとも思いますけどねまあそんな感じで、えーまあ、そのブログをですね記事にして、えー、ホームページで,ですねこのおボビアトレザーのおー、ね、これは PC サイドの画面ですけどもうホームページで、えー、ね書いておりました。 ね、そんな感じで、えー、過ごしておりましたけどもねまあまあ,あ今からですねまだごぞごぞとおや,ってますかやっていきますけどね、うん、そんな感じで、えーまあ、今日は、まあ、火炎、ね、レザー,ージャケット火炎をですね、えー、ちょっと羽織ってみました、まあ、クリスマスということで赤でね赤のものは僕もお、ねそまあ、好きな色なんですけどもねなかなかもうこ,れこれ何年前に作ったかな えっともう56年ぐらいの今ぐらいの時期ですよ、うん、その分のね、えー、制作秘話みたいなのもね完成までのプロセスもですね、えー、ブログに載っけてますんでね「革ジャンができるまで」とかいうところの僕のホームページのところで、えー、クリックいただければ多分カエンのこのね、えー、作品のですね、えー、制作完成までの段階をねご覧いただけると思いますんでね是非、えーえーまあ、ゆっくりね のの時間例えば年末のちょっと片付いてなんかこうザッピングかなんかねネットサーフィンしてる時ぐらいにこうぐらいの時間にねあのスマホ片手にパパッと「へえ」いう感じでご覧いただければ幸いです。えっとですねまあ今日もクリスマスの思い出っていうのは昨日もねお話しさせてもらいましたけどねすごい昭和な <laughs> 感じで。 まああのまあ、社会人にこうなってからは、ね、今ぐらいはよくイベントとかが、ね、これぐらいの時期やったら多いじゃないですかコンサートとかライ、ね、いろんなライブ行ったり、えー、してましたね、まあ、今年はまあ、ね、オンラインとかのちょっとあの僕もなかなかこう街中に出る機会があ少なくなりましたんでねで、まあ、あ行ったら行った,ら行ったらで、えー、マスクずっとつけたらなかな感じあし、のー、なかなかこう。 ちょっと不自由な面を感じますね、うんまあねけど、まあ、今後、ね、しばらくこう続くと思うしでねもう、うん、まあ大体、えー、これぐらいの時期になったら今まで平成やったらあ23日でいろいろこうみんな集まったりとかなんかしてて24日もその流れでっていう感じでいうで感じでしたね。うん、でまあ今年は去年も今年も、まあ、ずっとアトリエにいたような気がしますね。 うんまあ、今夜はね、あのここでね、えー、パソコンを見ながらですね、えー、オンラインライブをですね、えー、見ようかなということで、夜にね、うん、そんな感じでちょっとあ楽しみにはしてますけどね、うん、部屋もあったかくうーうーしてね、うん、ちょっと、まあえー、片付けもしながらですね、まあ、ギターのゲームをちょっと張り替えたり、何やかんや、午後、えー、からそういうふうにして過ごそうかなと思ってますけどね。はい、なんかその カーテンとかをねこれカーテン真っ黒なんですけどねカーテンなんですけどねちょっと一回洗ってみようかなと洗濯してみようかなという感じの今なんかそんなテンションです <laughs> 来年に向けてうんでまあえね皆さんどういう感じでお過ごしいただいいるかなと思いましてねうんまああのそういう感じでえま,あまあ今日はブログをアップしてねそんな話を まあ、ブログにもちょっと続きましたけどね、えー、今年の2020年のね、えー、クリスマスがイブがですね、えー、素敵な思い出となるものに、ね、なることを願ってますそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ